だいぶお天気も上がってきましたけども、また再度大峰分岐方面から北側ですねから移します、これはトイレになります。そしてトイレの隣に、山小屋と向かい白神岳が見えます。その奥にちょこんドキッと立ってるのが岩木山です。今まで滝のように流れていたガスがだんだん晴れていっています。これが八甲田山です。ぐるっと回ってきますと、さっきまで見えていたこれが田代岳になると思います。それでこれがおさばん大滝山かなと思うんですけど、こっちのずっと奥の方に見えますのが八幡平とひっぽっこり出てるのが岩手山だと思います。そしてこちらの奥にあるのが森吉山、あと手前の山が二つ森とかそういう山になっていきます。それでずっと来まして、わずかに霞んで見えるのが鳥海山だと思います。鳥海山です。ちょっと霞んで見えないかもしれませんけども、ちょっとアップしてみますか。アップして見えるかな。これは鳥海山。ちょっとモニターがあまりの天気の良さで見えないんでちょっと分かりませんけども、鳥海山が映ってると思います。だんだんまた小さくしていく。そしてこちらが男鹿半島の方になりますけども、ちょっと今日は見えません。これが西側です。ぐるっと回って、この大峰の向こうに岩崎村があります。また元のところに帰ってきました。